ジャック・オーは 2D 格闘ゲームギルティギアシリーズに登場する架空の人物。担当声優は五原嵐ひろみ。RTS とアクションゲームを合体させたギルティギア2のゲームシステムを格闘ゲームで再現を試みたという独特な性能を持つ。D ボタンが実質必殺技ボタンになっており、1ボタンだけで必殺技を出すことが可能で、発動時にテンションゲージを10%消費する。 エピソードモードで最後に戦うボスキャラクターとしては最も多く、施される強化も最も多い。スキルジャック、大ポーズ両足を伸ばしたまま大きく開脚し、尻を突き出しながらうずくまえる独特なしゃがみ待機モーションはジャック、大ポーズと呼ばれ、2021年に主に海外でインターネットミームになった。セクシーさを強調する、このポーズは2015年のキャラクター初出時から、 設定されていたものだが、2021年8月に、ギルティーギア、ストライブマイナスへのジャック王を参戦が発表されると、改めて注目され、ジャッカチャレンジというハッシュタグとともに、様々な模倣画像が SNS に投稿された。当初は投稿者自身の体の柔軟さを示すネタとして使われていたが、やがて他のゲームやアニメのキャラクターに、同じポーズを取らせるファンアートが続出し、 日本にもそのムーブメントが逆輸入された。そのため例文からも彼女を使うのはまだ早すぎるとあの男に申告している。ギルティーギア、ストライブマイナス、ジャック王のスターターガイド動画と時期アップデートによるバランス調整の内容が公開。4gamer.net2021 年8月28日閲覧。ただし、 テンションゲージがなくても発動自体は可能。その代わり性能が弱体化するという性質がある。ABC チャップリン、ギルティギア、ジャックオーのセクシーポーズを様々なキャラが模倣。海外でジャッカチャレンジ流行中。インサイド、イード、2021年8月29日閲覧。ABCDE 秋の義ぎギルティギア、 ジャックーのしゃがみ待機モーションが大流行中。ジャックーポーズとして海外から日本へ逆輸入。オートマトン2021年8月29日閲覧。ありがとうございます。